クラエラ神の夜だった。雨は激しく降れましたが、私は全く濡れていませんでした。変だ。私はマイク・ステーリーです。仲間は黒のスクイックスとピンクのマリーです。私たちは私立探偵です。私たちは悪名高い海賊を捕まえる任務を与えられていました。よし、行こう。宝石ブリンが欲しい。宝石ブリンが欲しい。私たちは容赦なく攻撃し、乗組員のほとんどを捕らえました。簡単だった。ブリンが欲しい。それから船長に会いました。名前は星野マリンだった。美しかったが、それに惑わされないようにした。マジで？あとは星野ブリンさんですよね。ホロライフ3期生、宝石海賊団船長の宝石マリンです。はじめまして。宝石さんを警察に連れています。何振られてんの？あなたは良識に反する僕の罪を犯してきました。警察では、彼女は徹底的に取り調べを受けた。違くてですね、なんかほら、はい、スバル先輩、何ですか？なんか BL の本っていうのって、はい、あの本屋さんでも18禁コーナーとかに置いてはあるわけでもなく、堂々と並べてありますよね。行ったら BL 本コーナーあるでしょ。でもあれってエッチなんですよ。シュバシュバシュバ。普通に並べてあるってことは別にいいんですよ。だって男の人の乳首隠さないじゃないですか。シュバシュバシュバ。危ないとこだった。あはなんかちょっと試したくなりますね。なんかちょっとあのギリギリを攻めたくなる。ちょっと服脱いでみていいですか？シュバ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 。彼女は意外な言葉を使いましたが、私は彼女に惹かれました。その夜、私はなかなか寝ぞれませんでした。何してんの？何？ダンス？40歳？やめろ。何を払ってんの？掃除。私は何をしなければならないか知っていました。もしもし。はい、いくら？Thank you.
たければ私と一緒に来てください。出航。それ以来私たちは一緒に逃亡者になりました。私たちはお金を稼ぐために二人ともアルバイトをしました。お客さん来ないかな、働きたいわ。待って、変態来ちゃった。やだやだ、なにそれ、なにそれ、なにそれ、どうしたの。おい、帰れ帰れ。結局私たちは公園に落ちて結婚しました。そして私たちはその後ずっと幸せに暮らしました。いかがですか？あなたは分かっていません。次は私たちの赤ちゃんについて話しましょう。マリちゃん。